皆様こんにちは。ついにやってしまいました、統合スターバーストね。いつも通り骨折させようとしたら、あのオスがね、あのメスに加えられてました。でね、これであのオスはねお腹の貫通しちゃったんですよね、牙が。で、ああもう俺ああもう無理だな、死んだなと思ったんですよ。と思ったらね、であれから1日経ったんですけどね、さすがに死んだかなと思ったらね、なんか元気になってました。いや嘘でしょってね。確かにね、もうこれもうあと数時間の命だなと思うぐらい、もう自分にね噛みつくことすらできないほど弱ってたんですよ。なのにもう普通に威嚇してますしね、全然飛びかかってきます。全然あの前と変わんねえじゃんって感じで。いやタランチュラってそのなんか自分の仲間の毒とかに耐性があるんですかね。まあ多分構えた時のそのまあ何、普通に物理的なダメージと普通に毒でもああもう身なんかなと思ったんですよ。でもこっち生きてるんですよ、普通あれ死ぬっしょって。いやもうタランチュラって結構生命力強いんですね。いや虫なんてちょっとこういうのあればもうすぐ死んでしまうもんかと思ったんですけどね、こんなこともあるんですね。でね、嬉しいことにね、統合スターバースト多分メスが多分妊娠してるんですよね。多分ね妊娠しててもうお前用済みだって感じで食べられそうになったんですかね。まあ何、とりあえずメスが妊娠してるならね、もうこいつはオフ組織の使命を果たしたってことっすね。マジ感謝。